はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、皆様こちら、ご覧ください。これまあ麦わらのルフィ、これはちょっと違うルフィなんですけど、今回こちらかな、これ麦わらのルフィ4校。この4校ルフィってまあギアビブスになることができるんですよ。最近何かと話題のギアビブスルフィ、もうどんどんバウンティーにも出てくるんじゃないかって、まあ多分結構濃厚って言われてるけどね、そのバウンティーのにも出てくる、このルフィ、おそらくね、とかトリクルにも出てきたりしてるんですけど、今回はこの4校ルフィ VS、いろいろアップデートで変わった、五条先生。こちら、無加減が、通じないようになっております。無加減が、解除されてるので、どんな攻撃でも受ける五条先生。どちらが勝つのかやってみましょう。ギアビブス VS 五条先生ってどっちが結局強いのってあんまりやってないと思うんだよね。はい、なのでもうやっちゃう。早速まずちょっとギアビブスルビーがどんなもの強さなのかっていうのをちょっと試すか。いやでもそれ試しちゃうとなんとなくわかる。じゃあとてつもなく弱いキャラでいこう。ゾンバとか、はい、もう差がありすぎそうなキャラクターで、これだったらどう。あー、一応戦、これ一応あれか、戦わないのか。じゃあちょっといいですか、失礼いたさあどうだ。これでまあさすがにルビーが負けるってことはないと思うんだけど、さあそしてここでバウンドマンで、ある程度ダメージ受けるとね、ギアビブスルビー、あ、一瞬ですね、終わりですね。あ、でも結構ゾンバでもダメージは入るね。圧倒的攻撃力はあるけど、まあこのちょっと打たれ弱さっていうのかな、わかんないけど、でもあのね、体力が100以下ぐらいになるとギアビブスになるんですよ。だそこがどうなるのかなって感じかな。じゃあ行きましょう。はい、ギアビブスルビー VS 五条先生。さあ果たしてどちらが勝つのか。圧倒的火力のルフィか、そして全て全知全能の最強のキャラクター五条先生か。いやー、あーね、はいよ、マジ、ギアビブスになる暇すらなかったね今。ちょっとギアフォースかギアビブスになんない。あ、オッケー、なった、はい。五条先生はちょっと強すぎたかな。はい、じゃあよ、次、一級の学生時代の五条先生、これだったらどうですかと。ギアビブスルビー VS 学生時代の五条先生、これだったらどうですか。体力540で無料勲章確定でない。あ、紫だ、紫まずーい。紫はさすがに無理ですね。紫打たれたら多分あのほとんどのキャラクター体力500ぐらい持ってかれちゃうので、これはそうか、もうギアビブスにもうなる前にやられちゃうって感じだねこれ。体力が、あ、でも344、あ、これいい勝負になってくるんじゃない。これさあ、あとはギアフォースもしくはギアビブスになるかどうか。もう術式食らったら終わりか。赤とか特に赤紫、青はなんとかなるにしても多分一発系赤とかポーンとかやったらあのポーンって消えるから。そうか、じゃあジョーゴはジョーゴちょっと下げましょう。ジョーゴ VS ギアビュースルビー。さあこれはそうか、敵対しないのか。一応多分あのくくりつけというか、それが呪霊側になるんだね。うん、あの戦い、お、早い、こういう感じでちょっと、あ、僕の番員はいけません。耐えた、耐えてます。さすがギアビブス。さあそしてここでギアビブス、これがギアビブスです。ゴムゴムのギガントくるか、どうだこれ。さあ果たしてジョーゴに対して、さすがにギアビブスになったらジョーゴに対しても全然戦い合えると思うんだが、いや、しかしやはり呪術回復のが強いのか。そしてゴムゴムのキングコングガン、どうだ、倒したか、まだ倒せない、ゴー、うおー、そうか、ちょっとやっぱり呪術回戦だとギアビブスだとちょっときついのか、ジョーゴは。なるほど、じゃあ、鬼滅行くか、これ。もう、焼け野原だけど、周り焼け野原ですが、でも、誰か行ってほしいな。まあ、でもいいか。じゃあ、ちょっと鬼滅行きます、鬼滅、次。鬼滅だったら、まあ、姫島さんとか？いや、さすがに最初、ちょっと伊之助で試してみよう。どんなもんなのか。ギアビブスルビー VS 伊之助。さあ戦うね、そうだね。さあ一応上限とかそっち側になってるので、ワンピースの海賊側はね、あーやばい、ギアサードの副作用が発生しております。そう、ギアサード打った瞬間、この通常のね、
そのギアサード打った瞬間ちっちゃくなっちゃうから、ちっちゃくなっちゃった。ああ一応戻りました。さすがに伊之助相手にはあれか、ちょっと余裕があるか。いや余裕というほどでもないか、ある程度ちょっとダメだ。あーここでギアビブスルビーが来ました。さあギアビブスルビーになって、ここでガトリングガン、まあギアビブスになったらもちろんだけど全ての能力が上がりますと。はい、火力ですね、火力とかも上がってく。伊之助相手でも体力半分食らうんだ。じゃあこれ最初からギアビブスの状態でいこうか。これで姫島さんとか戦ってみる、だったらなんかいけそうな気がしない。これじゃあ、まず回復してこうでしょ、で姫島さん、これどう、最初からギアビウス。まあ、さっきはちょっとさ通常ルビーだったから、まあ、結構ダメージ食らっちゃったけど、最初からギアビウスだったら姫島さんあたりだったらこれルビー勝てるんじゃないか。さあ果たしてどうでしょう。いやーしかし、いやゴムゴムのギガントが大きくなっちゃったすればいけるよ多分。ルビー大きくなるんだ、ドカンとドカンとでかくなってくれ。そして上から見渡してガトリングだ。そうキングコングガン、これはかなりダメージが大きい、これは強いですよ。倒したか、まだ倒してない、垂れた。あそうか、最初からギアビウスでも姫島さんはきついのか。そうか、結構じゃあやっぱりちょっと差があるよね。まあアップデートね来て結構、まあね、ワンピースはアップデート来てないんで残念ながら。ロジャー、ロジャー行こうぜ。ロジャー、ロジャーだったらどう。そういえばロジャー VS、 まあ特急行く、これ行きましょう。さあどうだロジャー VS、 戦う、できた。さあどうだロジャー、海賊王よ海賊王。まあ無料空襲来たら終わりだと思うんだけど、紫は無料空襲来たら多分終わりだと思うが、それ以外だったら赤食らったか、赤食らって、いや耐える耐える、さすがさすがゴールドロジャー海賊王、最強の海賊王だ。痛いが耐えてるロジャー耐えてる、素晴らしいぞ。あーナイスロジャー、そう耐えるか半分、いいじゃん頑張ってる。いやしかしこれはまだ紫も打ってない状態だからな、赤とまだ青しか打ってない状態でしょ。それでこんだけちょっと体力差があるのか、やはり五条悟は最強といったところだ。最強だからそうか、ではもう仕方ない、少なとゴールドロジャー、いや無理でしょ、だったら一級五条悟の方がいいでしょ。はい、なんだったら、いやジョーゴはさすがに勝てると思うんだよ、ゴールドロジャーとジョーゴだったらさすがにゴールドロジャーが勝つと思うので、ここは一級の、五条悟、さすがにロジャー五条悟には勝っていただきたい。いやしかし赤が連発は無理だってなるほど、これはちょっとやはりまあワンピースモッドと呪術廻戦だとなかなかちょっと差があるのかな。いやでもこれ今後さ、とりあえず今日は単体同士だったら負けたけど、しかしですねこれまあ明日か明後日あたりにでもちょっとワンピース VS 呪術やりたいと思ってて、まあでも今見てもらったら分かるように、まあ一体一体のキャラクター、要はゴールドロジャーでまだ一級の五条先生に勝てないぐらい差があるんですけど、しかしですよワンピースモッドって強呪術廻戦と違ってキャラクター多いんですよ本当に、しかも全体的に結構強いキャラクター多くて、だからこのまあ一体一体の強さは劣るかもしれないけど、数の暴力のワンピースか、一体一体の強さのまあそのなんだろう呪術廻戦、どちらが強いのかっていうのもちょっとやってみたいと思うので、ぜひその時は見ていただけたらなと思います。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録を了解よろしくお願いします。最近ですねワンピースでギアビブスルビーで100日サバイバルとか、あと、呪術廻戦のチート五条先生で、まあ、特急になるっていうのシリーズもやっておりますので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。じゃあお疲れ様です。バイバイ。